佐々木光蔵作、う門鳥取物帳、青眉の女、一その第四番手柄です。すでにもうご承知のごとく、我々の親愛なる人気役者は、あれほどの美情部でありながら、女のことになると、むしろ、憎いほどにも情が怖くて、前回の、推しの城下の取物中でも、 はっきりとそのことをお話ししておいた通り、尋常な女では容易なことに落城いたしませんので、右門を向こうへ回して濡れ場や色ごとを知ろうとするなら、小野の,の小町か共栄御前でも再来しない限り、到底困難のようでございますが、待てばカイロの日より、いや、鳥物回帰団でございますから、カイロではなく、 あやしの回路の日よりとでもしゃれた方が生きでしょう。それほどの石辺かなきちなむっつりうもんが、今回の四番手柄にばかりは、珍しくも、色っぽいところも少々お目にかけることになりましたから、誠に春は値千金、肌やおろそかにはすべからざるもののようです。ところで、その事件の勃発いたしましたのは、うもんがおなじみの、 おしゃべりや電録とともに、前節の推しの城下から江戸へ引き上げてまいりまして、約半月後の六月初めのことでございましたが、普通なら、あの通り遠い旅先へ手ごわい大取り物へ行ってきた後でございますから、月の十日や半月ぐらい大手を振って骨休みがもらえますのに、我々のむっつりうも門は、 どこまでも変わり者の,の変わり者たるところを発揮いたしまして、別に疲れたというような顔もせず、すぐとその明る日から五番所へ出資したものでありました。しかし、出資はいたしましても、願うもんのことですから、少々様子が変わっていますが、まずは朝は五つに出勤いたしますと、五つといえば、ただいまのちょうど八時です。 その五つかっきりに五番所へ参りますると、早速訴状箱を引っかき回して、一当たりその日の訴状を調べます。これは自分の買って出るような事件があるかないかを当たってみるので、ないとなると、ふん、といったような顔つきで、同心控室の片隅に陣取り、もう、右門党の皆様方にはおなじみな、あの、 ひげを抜く癖を開かずに繰り返し繰り返し、半日でも一日でも金看板の六つり屋を決め込むのがその習わしでした。もっとも、その間に何か珍しいお吟味でもある時は、おしらすに出向いて行って、にこりともせず、玉川砂利を見つめていることもあるにはありますが、で、その日も無料に苦しんでおりましたから、例のごとく、 同心控室へ陣取り、そこの往来に面した肘掛け窓の上に顎を乗っけて、あの苦み走った江戸前の男ぶりを惜しげもなく風にさらしていると、旦那ねえ旦那へ囁くような小声ではありましたが、何事か重大なことをでも嗅ぎ出してきたと見えて、人目をはばかりながら、ポンと右紋の肩を叩たたいたものがありました。 言うまでもなく、おしゃべり屋の電録でした。けれども、そういう時きの六つ流門は、眉毛が焦げ出してきても、めったに返事なぞすることはないのでしたから、振り向きもせず、ぼんやりと往来の人通りを見つめておりますと、相手にしないので電録は少し腹が立ったか、ぐいっとその方をこちらへねじ向けて、 兄貴をでもたしなめるようにちっ、またなんかご機嫌が悪いっすね。ウースミットもね、真鍮の相手を探すんじゃるめえし、旦那ほどの人気男がぼんやりオーラーバタやつら,ら突き出して何のざまです。ねえ、いい穴見つけてきたんですよ。しかし、右ンはぐいっと電力にその顔をねじむけさせられるにはさせられましたが、依然ぼんやりと小首をかしげて、 さも退屈しきったように、むっつりと押し黙ったままでしたから、心得て、電録が勝手に後を続けました。よーガスヨーガス、そんなに顎がだるけり足がこうやってつっかいぼになってあげますからね。話の筋だけを置きなせいよ、ねえ。夕べえ、遅くになって、駆け込み訴訟をしたんだそうですが、旦那は、牛米の二十気町の七夜の小せがれが、 かどわかされたって話、お聞きになりませんでしたかなんだ、それか。じゃあ、貴様、心当たりに当たってみたな。すると、意外にも右門がちゃんとその事件を知っていて、顎を電録に支えさせたまま、話に乗ってまいりましたものでしたから、おしゃべり屋が、急に活気づきました。へい、じゃあ、おっしゃいましたところを見ると、旦那もその事件もご存知ですね。 当たり名さ。それがために、毎朝訴訟箱を引っかき回してるんじゃねえか。貴様のったから、当たるに当たったが、しくじっちまったんだろう。ずぼしボシズボシ。実は、旦那の名だがね、足だっていざとならこれで、ね、なかなか男ぶりだってまんざら見せたもんじゃねえでしょそれに、なんたってまだ年は明けんだからね。人様からも、右門の旦那の一の子分と。うるせえな。脳書きにして、 急所だけ手っ取り早く話したらどうだ。ところがそいつが詳しいことには親やさんは、旦那の一枚看板がむっつりあたるように、足の脳書きたくさんも、皆様ご承知の金看板ですからね。だから、はじめから詳しく話さないと情が映りませんが。でね、今言った通り、足だって、こんの広い江戸の皆様から、むっつり右門の旦那の一の古文だ,だとか、なんだとか、チェフはされているんでしょう しかるに何ぞや、一の子分のその電六様が、いつまでたっても同時の電六だったへには、たとえ旦那はご承知なすったにしても、足ひいきの女の子たちが承知しめえと思いやしてね、ひとつ、抜けがけの巧妙に人気をさらってやろうと思って、こっそり、今しがた話のその二十期町へちょっと小当たりに当たってきたんですが、お眼鏡通り、そいつが、 どんなにしても足一人の力じゃ手に負えなくなったんでね。旦那の知恵仮に大っぽ振ってきたんですよ。不眠とお示し聞いてくださいますか <laughs> 若いこと差しになら恥ずかしくて物も言えなくなるくせに、女の子が承知しねえちゃあよかったよ。陽気のせいだよ。陽気のせいだよ。仕方ねえ。不眠を垂れてやるから、早いとこ急所を話してみな。ありがてえ。 じゃあ、大急項で話しますがね、あの訴え上にもある通り、時刻は夕方としてありますが、その夕方のおよそいつ時分に、どこでどうやってあの七夜の小せがれがかっさらわれたのか、開目手がかりがねえって言うんでしょうだから、こいつやり口の尻尾をちっとも残さないあたりから言って、ただの人さらいや人替えの仕業じゃねえなと睨みましたからね。今朝、五番署へ来てみるってえと、 まだ誰も手をつけてねえようでしたから、すぐ駆けつけて行ったんですよ。それってと、ちょっと待ちな。その七夜は、牛込のどこだとか言ったな。そうそう、二十気町と言ったな。えい、ー、さようで。二十気町から、市ヶあのお見つけの方へ抜けて行くちょうど四つ字ですよ。のれんに、三河屋という屋号が染め抜いてありましたから、多分、小国もその屋号の方でござんしょうがね。 ご残障がねえというところを見ると少し心細いが、じゃあ、詳しい素性は洗ってみなかったんだな。い,いえ、どうつかまつりまして、足立っても旦那の一の区分じゃごわせんか。旦那がいつも事件にぶつかった時、まず絡めて絡ネタを集める手口や、足立っ,っても見よう見まねで,でももう免許済みですからね。五年までもなく、ちゃんともうそいつは真っ先に洗ったんですよ。 どういう見込みのもとに洗ったんだ知れたこと、牛込みの二十気町じゃ、ともかくも、んこばっかりの五家人長じゃござぜんか。こいつが、下町の町人町にのれんを張ってるただの七夜だったら、それほどに不思議とも思いませんがね、わざわざお武家を相手の、あんな山の手に店を張ってるからには、一癖ありそうな七夜だなと思いやしたんで、足の力でできる限りの筋を洗ったんですよ。えらい 大いに偉い。俺も、実は今、ちょっとそのことが気になったんで、わざと聞いてみたんだが、そこへ貴様も気づくた、なかなか修行したもんだな。おめえの手柄を待ってるとか言ったその女の子のために、久しぶりで、大いに貴様を褒めといてやろう。やるが、それにしてはしかし、小国が三河だというだけのあられ方じゃ少し心細いな。だから、その方も旦那の知恵を借りたいと言ってるんだがすよ。 とにかく、正国が三河であるということと、十年ばかり前から、あそこで今の七夜都制を始めたってことだけは、はっきりとあがったんですが、それ以上は、足の力でどうにも見込みが立ちませんからね。じゃあ、別口でもっと当たってやろうと思いまして、小せがれの人相書きや、かっさられた前後の模様をいろいろに書き集めてみるってと、何か不審なことがあったか。大あり大あり。 消えてなくなったその小せがりは、塔だとか十一だとか言いましたがね、女中の口から聞き出したところによると、七夜の小せがりのくせに、第一ひどく応用だと言うんですよ。金のありがたみなんてものは毛筋ほども知らず、小米が小米だから、そろばんぐらいはもう身を入れてならえそうなもんだに、ああ、さっちから一日中目の色を変えて夢中になってるものは、一体旦那、なんだとおぼしめします はっけみじゃあるめえし、俺に聞いたってわからないじゃねえか。だが、さっそりに、応用なところを見ると、その小せがれは、万事がきっと上品で、顔ぞも、割合に優方だな。お手の筋お手の筋、その通りの殿様育ちで、今一体、その、一日中迷路を変えて夢中になってるってもんがまた、草増しの類いって言うんでしょうだから、自然、 お芝屋の真似とか、役者のモノマネばっかり覚えましてね。女中なんかにも、俺は大きくなったら役者になるんだって、口癖に言ってたところへ、ちょうどまた、生き方知れずになったっていうその日の夕方、七夜の家の周りを、うろうろとうろついていた芝屋者らしい男があったっていうんだから、足がこいつをてっきり星だと睨んだな。おかしくもう、目違いでもねえじゃごわせんか。誰もおかしいとは言いやしないよ。 この通り、さっきから神妙に聞いてるんだが、それで何かい知恵を借りたっていうのは、その星が実は目利き違いだったとでも言うんかいいいえ、どうつかまつりまして、今もあっしは無論のことに、もうそいつめが一皿の星だと睨んでいますが、だからね、いろいろと番頭や主人にも当たって、そいつの人相書きから探り売れてみるって言うと、やっぱり芝屋もんで、久しい前から、 家も出入りの原稿というやつなんだそうでがすよ。下屋の中町に住んでいて、奥山の掛小や芝屋とかの道具型をやってるというネタが上がりましたからね。こいつてっきり欲に迷い上がって、小せがらに役者の下地のあるのを幸い、そこの小芝屋へ小役にでも叩たたき売りやがったなと思いやしたから、早速しょっぴきに駆けつけて決めるってえと、少しばかり不審じゃごわせんか。野郎が、 裏口の日当たりや出あがって、にったにったと青白い顔に薄っ気味の悪いらいを浮かべながら、今切りたてのほやほやといったような子供の足を二本日に乾かしているんでがすよ。何子供の足そうでがしを、旦那だってそいつを聞きゃ聞いただけでも思わずギクッとなされてがしょ。何しろ、ももから下の両足ばっかりをブラブラと両手に下げて日に干していたんですからね。 足がちっとばっかり肝を冷やして、この通り、今もうおぞげを振りながら旦那のところへ、一目散に血へ借りに来たら、まんざら筋に外れたことでもねえじゃごせんか。そうよな。で、何かいその日に乾かしていたとかいう子供の足には、他に何か不審と思える不は気づかなかったのかいところがそれが終わりなんでがすよ。ねえ、血をね、血を拭い取って、 もう長いこと日に当ててでもいたのと見えましてね。嫌にのっぺりと生っ白い上に、なんだか少しかさかさとしているように思えたものでしたから、このあんまいだとこいつなんかのまじないに子供をかっさらって足を干してやがるなと思ったんで、生じ生病法に手出しをやって、せっかくの星を逃がしでもしてはと、旦那の草刈りを大急ぎで拝借に駆けつけてきたんでございますよ。 すると、右門が、聞き終わるやいなやのように、電録の体を弾き飛ばすがごとく突き抜けながら、すっくと立ち上がって、すっくと長刀を束さみ、両手の指節をポキポキと音も高らかに鳴らして、今言ったその草下流、柔らの奥義を、いかにも書網通りに貸してやろうと言わんばかりな頼もしい出立ちで、黙々と表って歩き出したものでしたから、 右門のそういう時の頼もしすぎる以上に頼もしい点を誰よりも多く知り、誰よりも多く接している電録は、ことごとくもう親船に乗ったような気になって、活気づきながら一人で嬉しがりました。ちぇー、ありがてえありがてえ。こいつがてらんなら足もこれでようやっとごひいきの女の子たちに一人前の顔が合わされるってもんだ。ねえ旦那、この通りにわか天気じゃござんすが、 昨日までの梅雨で、おらいはまだぬかるみだから、ひとっしりまた、辻かごでも仕立てますかね。けれども、右門の行動のうちに、電六のその一人よがりを、次第次第にぬか喜びとさせるがごとき節が、見え出しましたものでしたから、少々不思議でありました。去るほどに雪姫の申すには、何という名の用局の文句であるか、 小声で渋い喉を続けながら、片手のセンスで鮮やかな素養の手の内を見せていたようでありましたが、まず第一に、その方向が違い出したので、電録が必死に呼び止めました。あ、旦那旦那そっちは方向違いじゃごわせんか今のその星の居所は下屋ですよ下屋の中町ですよだのに、右門は右へ堀端沿いに曲がるべきところを、 断然反対の左へ曲がりながら、ごくすましきって、同じほがらかさを続けました。雪姫の申すには、我根性に生まれ落ちて、未だ情けのつゆを知らず、未だ情けのつゆを知らず、のうのう底の影帽子、我がために情けがあるならば、日の見この顔見せて食べ、 我自らつゆとなってちらん。自らつゆとなってちらん。悠々と歌いながら、京橋めがけてやってまいりましたようでしたが、そこの橋のたもとに、つい先立ってから昼屋台を出している、いさこずしというのへ、ぬっと首を突っ込むと、落ち着き払って穴子をもうその指先につまみ出しましたものですから、あっけに取られて電録が当たり構わず、 口をとんがらかしました。チェッ寿司屋なんぞは今でなくとも逃げやしねえじゃごわせんか下の方は一時はきらそうって大事なドタマですよまった夢中になってガツガツといくつ召し上がるんですか穴子の味を知らねえ国から来たんじゃあるめえし、いい加減に押しなすって、早く草加流の腕前を貸してくださいよしかし、右門は目を細くしながら、電力ではなく、そこの親父に、 ごく上機嫌で言ったものです。ほう、穴子ばかりと思ったら、こっちの浜の方もなかなかの味だな。この梅雨時に、これほどの薄酢だけで、かくも見事な味を持たせる腕前は、どうして、江戸随一じゃ。これからも、ちょいちょい厄介かけに参るよって、よく顔を覚えておきなよ。穴子と浜を、瞬くうちに二十平らげた、大ぐらいの男と思ってな。 そして、満腹そうに、宝字立ての上がり花を喫しながら、小用字で、並びのいい葉の上下を盛んにせせくっていましたが、ちゃらりとそこへ小銀を投げ出すと、喉を鳴らしながらも、手を出し得ないほどに、もうさっきから一人気を焦りきっていた電録の方へようやくに振り返って、驚くべきことを、ごく爽やかに言ったものでした。だいぶ手間取らしたな。 おかげで、十分の満腹。これでぐっすり昼寝もできるってもんだ。じゃあ、俺はこれからお小屋に帰って人入りするからな。また、晩にでもなったら遊びに来なよ。しかも、人を食った挨拶をしたばかりではなく、本当に八丁折めがけてさっさと帰りかけたものでしたから、電力のカンカンに怒ってしまったのは無論のことです。ええじゃあ何ですかい旦那は、 あっしにこれまで気を持たしておいて、あんたには一の子分がせっかく手柄をしようっていうのに、お自分は高みの昼寝で、あっしなんぞは見殺しなさご了見ですかい。けれども、右門は、さようとも、いいやとも言わずに、さっさと引き上げていってしまったものでしたから、カンカンどころか、タコのようになって電力が浴びせかけました。じゃあもうようござんす。あっしも江戸のカかっぴだ。 手を貸してやろうって言ったって頼むことじゃねえんだから、後で自弾だ踏みなさんなよ。無気になって、下屋をめがけてかけ去りましたが、それすらも、右門には、耳に入ったかどうか、疑わしいくらいの、ものでした。二。まあ、ことにこれは、電力でなくとも、カンカンになるのは当然なことに違いありますまい。 草ぞしぐるいで役者志願の一見不良じみた少年でこそはありましたが、ともかくも人間一人が生死も不明の誘拐をされたというんですから、犬や猫が迷子になったのとは、おのずからことが相違しなければならないはずだからです。しかも、その下手人とおぼしい芝屋者の,の小道具型が白昼恐れげもなくニタニタと、 薄気味の悪い笑いを浮かべて、孫を肩なき人間の子供の足をひなたぼっこさせていたというのに、うもんはいかにも涼しい顔をしながら、色消しなことには、握りつしを二十個も平らげて、これからゆるゆると昼寝をしようと言ったんですから、うもんを信じること、誰よりも熱く、また、うもんを崇拝すること、誰よりも熱い電力にしても、これは、 カン,カンになって怒こるのが最もなことに違いないのです。けれども、それらのいぶかしい右紋の態度も、夕方が来るとすっかり謎が解けてしまったんですから、やはり、これは我々の心害なる右紋に、穴子と浜を二十個平らげさせて、ゆるゆる昼寝をさせた方がましなくらいなものでありました。なぜかならば、 あれほどカン,カンに怒っていた電録が、その夕方になると、焦然としょげ返って、いかにも決まり悪げに帰ってきたからでありますが、ただ決まり悪げに帰ってきたばかりでなく、電録は力なく、そこへべたりと座ると、いきなり両手をついて、まずこんな風に右門に詫びを言ったものです。さすがは、旦那でござんした。 さっきはつい気が立っていたものでしたから、聞いた風なセリフをほざきましたが、どうも、五眼力には恐れ入りやした。すると右紋は、縁側で一吹き千両の訓風に吹かれながら、湯上がりの足の爪をしきりと磨いていましたが、にたりと微笑すると、いたわるように言いました。じゃあ、あの、日に干していた子供の足は、しばやに使う小道具だってことが、 貴様にもはっきり分かったんだな。へい。何度もどうも、お恥ずかしいことでござんした。旦那は話を聞いただけで、あの足が小道具だという眼力がちゃんと届くのに、足の土地としちゃ、現物を見てさえももう一遍確かめないことにはそれがわかんないんですから、我ながら嫌になっちまいます。<laughs> そうとわかりゃ、そうしょげるにも当たらない。少し馬鹿丁寧じゃあるが、 年に年を入れたと思えばいいんだからね。だが、それにしても、他に、もう、あの事件のネタになるようなものは、めっかんなかったのかい。それがですよ、足もせっかくこれまで頭突っ込んどいて、あの、星が見当は外れだからって言うんで、すごすご手を引いちまっちゃいかにも残念だと思い出したからね。してあの、あの星はもう見切りをつけて、すぐに、もう一遍、二十気町の七夜へすっ飛んで行ってみたんですが、 他にはもう、けすジッポあの事件に関わりのあるらしいネタがねえんでかすよ。そうすると、依然、七夜の小せがれは生きているのかも、死んでいるのかも、まだわからんというんだな。ええー、けれども、その代わり、あの七夜の親父が足を捕まえて、おかしな言いがかりをつけやがってね。南町はどなたのご配下のおかっぴきだって気があるから。ふん、はばかりざま。今売り出しの、 むっつりうもんさまっていうのが俺の親分なんだって、つい単価を切っちまいましたら、親じめがこんなに脱がし上がるんですよ。むっつりうもんとい,いや、南蛮幽霊事件からこの方、江戸でもやかましい旦那だが、それにしちゃ古文の俺が土地を踏むなんて、聞いたほどでもねえなんて脱がし上がったんですよ。確かに言ったか。すると、うもんの顔がやや引き締まって、その涼しく美しかった黒い瞳が、 少しばかり乱んと鋭い輝きを見せ出しましたものでしたから、電録が勢い込んでそれへ油を注ぎかけました。言いましたとも言いましたもうはっきりな感じがあってね、それからまたこうも言いやがったんですよ。お上の者のがまごまごして土地踏んでいるから、大切な子供をかっさられたばかりでなしに、もう一つおかしなことを近所の者が因縁告げられて、どんな迷惑してるというんですよ。ど、どんな話だ なーにね、そんなこと、足に愚痴るほどが物はねえと思うんですがね。何でも、あの七夜の近所に、親類付き合いの古道具屋がもう一軒ありましてね。そうそう、屋号は、竹林堂とか言いましたっけところが、その竹林堂に、もう十年この方、家の守り神にしていた金の大黒とかがあったんだそうですが、不思議なことに、その金の大黒様が、ひょっくりどっかへ見えなくなってしまうと反対に、 今度はそれと寸分たがわねを同じ金の大黒様が、ぴょっこりと、あの七夜の神棚の上に祀られ出したって言うんですよ。だからね、古道具屋の方では、てっきり俺んちのやつを盗んだんだろうってこう言って七夜に因縁をつける。こいつは寸分たがわねとするなら、古道具屋の因縁づけんのが当たらめえと思いますが、しかるに七夜の方では、あくまでもその金の大黒様を、日本橋だかどっかで買ったもんだと言うんでね、 とうとうそれが争いのもとになり、十年来の親類付き合いが、今じゃすっかり、仇同士となったんだと言うんですかね。ところが、ちょっと変なことは、その大黒様のいがみ合いが起きると一緒に、ちょうどあくる日、七夜の小せがれがばったりと生きがたしれずになったと言うんですから、ちょっと、奇妙じゃございませんか。答えずに、 黙々として右門はしばらくの間考えていましたがとがぜんそのまなこは一層にランランと輝きを帯びしかも同時に臨前としてっ立ち上がると鋭く言いました「電力早かごだ」え「えじゃじゃ今度は本気で旦那が半口に乗ってくださいますか?」「のらいでいられるかいこんなコッパ事件俺が手にかけるほどのものはねえと思っていたんだが質屋の親父のせりふが気に食わねえんだ」 ウモン一人を見くびるなんか勘弁しても、お神の者が土地を踏むと脱がし上がるに至っては、お江戸八百万石の名にかかわら。あさま市名に片付けてやるから、大でふっとついてこい。ち、ありがてえ、そうこなくらっちゃ。俺様の虫も収まらねえんだ。今度って今度はもう逃しくねえぞ。電力にしてみれば、ウモンの出馬は、全くもう、万人力に違いないんですから、こうなるともう早いこと早いこと、 三尺帯を締め直したと見えたが、鉄砲玉のように表へ飛んでくと、へい、旦那おあつらえ。すぐに駆け返ってきて、自ら籠のタレをあげながら、うもんの乗るのを待ち迎えました。ここに至れば、もはや、ただ我がむっつりうもんの名刀村正のごとき、声援なる切れ味を待つばかりです。やや青みがかった白石の表に、 きりりと自信のほどを示すと、右門は、長刀を軽く膝に敷いて、目前と籠を上げさせました。酔いはこの時に及んで、ようやく春情を加え、桜田五門のあたり、春にますます募り、牛ヶ淵は、武蔵のながらの大堀に、水鳥なくしじまをた,たえて、そこから籠は、左へ番長に曲がると、ひたひたと、 大江戸城の外ぐるわに出抜けて参りました。けれども、右門の命じたそこからの行き先は、二十期町の三河屋なる七屋でなくて、電力に聞いた今の話の古道具賞竹林堂だったのです。許せよ。籠から降りて応用にいながら、ずいっと店先へ入っていったものでしたから、男前といい、貫禄といい、番長あたりの、 大旗元とでも目利き違いをしたのでしょう。四十五六の小太りな道具屋のやじが、ことごとくもみ手をいたしまして、へへい、いらっしゃいまし。とばかり、そこへ、平坂焼きの額を吸い付けました。そして、べらべらと続けました。お品はお越しのものでございましょうか。お方ならば、あいにくと新刀ばかりで、こちらは堀川の国広。 まず、浸透中第一の名品でございます。それから、この少し短い方は、非善の棚よし。こちらは、今日の、梅だ。いや、刀ではない。わしは、八丁彫りのものじゃ。道具屋のくせに、なんとまあ、目の利かないやつだ、と、いいたげな眼差しで、ぎろり、うもんが親父の顔をいぬいたものでしたから、亭主の行転したのはもちろんのこと、もみ手が、 急に膝の上で、ノリザイクのように固まってしまいました。と、右門の一層に鋭い眼差しが、そのノリザイクのように固くなった亭主の右腕をじっといすくめていましたが、不意にえぐるような質問が飛んでいきました。親父、お前のその右小手の刀傷はだいぶ古いな。え隠さえでもいい。十年くらいにはなりそうだが。 昔は、やっとをやったもんだな。ご、ご冗談ばっかり、この通り見かけ倒しのただの古道具屋目にござります。でも、道具屋にしては、わしを見損なったら、新米か。へへへへそういう目利き違いがおりおりございますので、とんだいかものをつかまされることがございます。はっはっはっは。と、不思議なことに、突然またうもんの態度が変わって、 さあもおかしそうに大声で、カラカラと打ち笑っていましたが、ずいっと座敷へ上がると、からかうように亭主に言いました。ふいにわしがおかしなことを言ったので、貴様、ガタガタと未だに震えているな。何、心配せいでもいいよ。時に、貴様のところで、金のお大黒様とかいうのが紛失たそうじゃってのう。あ、その件でお越し下さりましたか。遠路のところわざわざありがとうございます。 実は、それが、その、いかにも不思議でござりましてな。あの、お大黒様は、手前が命にかけても大切な品でございますので、神棚にお祭り申し上げ、朝晩朝晩欠か,かさずに、お蜘蛛も死んるほどの新人をしてござりましたが、さよう、まさしく、おとついのことでございます。朝、お茶を死んぜようと存じまして、ひょいっと神棚を見ますと、不思議なことにそれが紛失しているのでございますよ。 ところが、もっと奇妙なことには、つい目と鼻の先にはあの角の見返りでございますが、あの七夜の神棚に、その日から寸分たがわぬ大黒様がちゃんと乗っかってございますのでな。手前はもうてっきり家のものと存じまして、早速掛け合いに参りますると。正体がわかって安心したように、べらべらとのべつに喋り出した亭主の言葉をうるさそうに抑えると。 呂門は突っ立ったままで尋ねました。分かった分かった。もう分かってる。そのことで、お前たちがいがみ合ってることを聞いたから参ったのじゃが、一体その、お大国様はどんな品じゃ正真正銘、金麦のお大国様でござります。金麦とのう、すると、なんじゃな。いずれは小さい品じゃな。えい、実はその小さいのが大の自慢で、まず、 あずき粒ほどの大きさでもござりましたろうか。ところが、その豆大国様にはちゃんと見事な目鼻も、たわらもついてございますのでな。どうしたって、そんな珍しい上出来のお大国様なんてものは、たとえこの江戸が百里地方にあったとしても、二つとある品じゃないのでございますよ。しかるに、それが、わかったわかった。あとは祝いでもわかってると思うすに。ところで、 その豆大国はどこへつってあったここでござります。言いながら古戸屋の亭主が何気なく次の部屋のふすまを開けた刹那、右門は、おやと目を見張りました。なぜかならば、その長火鉢の向こうに一人の異様な姿の女が差し控えていたからでありました。三。 女は、年の頃がまず三十五、六。太りじしで、食べ物の良さを物語るように、大変色艶がよろしく、うち見たところ、いかにも縁に色っぽいのです。しかるに、異様な姿だというのは、まずその髪の毛でありました。まだ十分に、情けの深さを示す、漆黒の濡れ場色をしていながら、中ほど、ぷっつりと切った切り下げ髪で、 だから、眉は青々とそって落として、口を開けてはいないからわからないが、歯は無論のことに、お歯黒染めに相違なく、従って、どこの誰がどう見ても、一目に若苔とうなずかれる湯立ちをしていたものでしたから、若苔さんである以上、そのものが古道具屋の才女でないことは、はっきりとうもにわかりました。のみならず、食べ物の良さを物語るような、 その大変具合のよろしい太り獅子の色艶から判断すると、どうしても五体家の育ちらしいので、しかもそれが普通の五体家ではなく、王兵に長火鉢の向こうの星座を占めているところから察すると、この見すぼらしい古道具屋の親父には、主人筋にでも当たる身分のもののような節がありましたから、右門は、異様以上に、 不調和な両人の対象のために、先鋭極まりなきその心境を、早くもピカピカと研ぎ澄ましました。けれども、たとえ心にどんな変動があったにしても、それを緑に色へ出す右門とは右門が違います。微笑を含みながら、それなる青眉の女に目で挨拶すると、右門は黙ってその前を通り過ぎました。すると、 やや不思議です。眉を落としたそれなる女が、その青々しい眉毛の下に、こってりと見開かれている切れ地の長い目元で、明らかに媚びを含んだ笑いをためらうこともなく、そしてまた、ひるむところもなく、直ちに右門に向かって返礼したではありませんか。これは右門にとって、実に容易ならざる出来事でなければなりませんでした。たとえその種の、 ごく食べ物がよろしい、太りじしの若いお皇室様が、いかに凛々しく美しい筋肉の引き締まった若い侍をお好物であったにしても、そういうことが神代ながらの因果な約束であったにしても、我が同心健孤なる六つ流門においては、そんな心で彼女に向かい、目元の美笑をほころばしたのではなかったからです。しかるに、女は、 きれじの長いその目で、明らかに、こびを送ったのです。ともかくも、うもんが非常なる好物であることを、一目で好物になったらしいことを、はっきりと示したんですから、うもんにとっては、実に容易ならざる珍事でした。ために、うもんは少し、足元の見当が狂ったような様子を見せていましたが、しかし、それはほんのしばし、 あの神棚がお大国様を祀ってあったところでござります。行った亭主のそばへ近づいていくと、伸び上がるようにして、ぎろりと、まずその特有の目を光らしました。見ると、なるほど、亭主の言う通り、投げしの上に作り付けた箱棚の中には、お不動様のお守りもあるが、それから、天正皇太神宮のお札もあるが、豆大国はその上に飾ってあったらしい、 小さな台座が残っていても、金麦の福々しいそのお姿をは、どこにも見せていないのです。と、そのとき、じっと目を光らしていた右門のこに、はからずも映った、一個の古ぼけたお茶碗がありました。豆大黒様が出奔してからというもの、気も転倒してしまったと見えて、それっきりも朝ごとのお茶も死んでないらしく、茶碗は、 誇りにまみれたままでありましたが、その位置が、ちょうど大黒様が祀られてあったお台座の真下になっていたものでしたから、何気なく取り下ろして、ふと中を覗いてみると、途端に、右門はにっこりと笑いながら、玄関に命じました。天禄、貴様にも手柄を半分お裾分けができそうになってきたぞ。筋向こうの質屋行って、そこの家にある豆大国と一緒に、亭主をここへしょっぴいてこい。 心得て、すぐに電力が命令通り、後ろの質屋の亭主を引き連れながら、疑問の豆大国を手のひらの上に乗せて立ち返ってまいりましたものでしたから、形勢我に有利と見て取ったかのごとくに、古道具屋の主がたちまち踊り上がってしまいました。三河屋さん、それごろ次郎、やっぱり大国様は手前のうちの者のですぜ。ねえ、八丁分の旦那、そうなんでかしょところが、 ウ門モンは意外でありました。何とも答えずに、電力の手のひらの上から、あずき粒ほどの大黒をつまみ上げると、自分の目の前に並々と継がれてあった、京王の薄茶の中へ、容赦なく、ぽちょりとそれを落とし込んだのです。と、なんたる不思議、いや、なんたるウモンの命地のさえであったでしょう。純真無垢の近代国と見えた九段の小粒は、 熱いお茶に出会って、みるみるうちにたわいもなくとろんこと泥になってしまったものでしたから、同時にいくつかのあっという驚きの声が、右から左から、そして後ろから、うもんの手元に注がれました。けれども、我がむっつりうもんは、それらのあっという驚きの中から、ただ一つ、なまめかしい、 お皇室様の、あといった声のみを耳に入れると同時のように、その方へ振り返って、ほんのりと微笑を送りました。そして、今なお、驚き怪しんでいる道具屋の親父と七屋の親父とを尻目にかけながら、立ち上がって、箱棚の中から、さっき見ておいたお茶碗を取り下ろすと、一座の者のに、二つの茶碗の中を差し示しつつ、 明快流るるごとき、鑑識のさえを見せました。よくまあ、この両方の茶碗の中を見るがいいや。道具屋にも、似合わしからぬ、お眼力の疎いことでござんしたな。へいへい、なるほどね。両方とも茶碗の中は泥水ですが、そうするとこりゃ、お大黒様はやっぱり二つで、両方とも、泥細工でしたんですかい。まあ、ざっとそんなところかな。 お前んところのやつは、ネズミかなんかに蹴落とされて、ご運が悪くもお茶碗の中に溺れちまったんで、金無垢の豆大国様も、たえもなく正体を表しちまったんさね。これが本当に白のはげるというやつさ。でも、泥水の中にチカチカ光った金粉が未だに残っているところを見ると、金は金の金粉だったろうが、それにしても、こんな子供だましの安物を、お家の宝にしていたり、 それがもとで長たがいするところなんぞを見ると、他に何かもっと違くありそうだな。言いながら、若いご皇室様のやや青ざめた表に、ぎろりと鋭い一別を投げ与えていたようでしたが、その鋭い一別の後で、急に、また、いともいぶかしい微笑を彼女に送ると、右門は、ことも投げに言い捨てて立ち上がりました。さでのく、 これで一つ型がついたから、お小屋帰ってゆっくり寝ようかね。だのに、立ち上がっての、その帰りしな、それほども、ことも投げに振る舞っている右門の右足が、いかにも不思議極まる早技を瞬間に演じました。他でもなく、若いご皇室様の、そこにちょっぴりとはみ出していた足の裏を、ぎゅっと踏んだからです。まあ大抵のご婦人ならばそう言って、 少なくも、うもんの失礼至極な武作法を叱責するはずなのに、ところが、青眉のそれなる彼女に至っては、いかにも機械でありました。踏まれたことを、喜びでもするかのように、じーっと、うもんの方を振り向いて、じーっと、その流し目に、とてもただでは見られないような、いわゆる、口よりも物をいいという、 そのものを言わせたものでしたから、表へ出ると同時に何もかも知っていたか、電力が少しニヤニヤして言いました。ねえ、旦那。ちょっと妙なことを聞きますがね。旦那はその通りの色男じゃあるし、別品ならば他に吐くほどもござんすだろうに、まあ、あのま、あ太っちょの年間のどこがお気に見したんですかい。まさかに、あの女の切り下げ髪にふらふらなすって、旦那ほどの賢人が、 目尻を下げたんじゃござんすまいね。ござんしたらどうするかいところが、右門が意外なことを口走ったものでしたから、電力がすっかり鼻をつままれてしまいました。えじゃあ何ですかいあのブヨンとしたところに気がくっついちまったとでも言うんですかいでも、ブヨンとはしているが、残り画が,が深そうで、なかなか美形だぜ。へぇ <laughs>、えーえー、驚いちゃったな。そりゃあ、 なるほど、別品は別品ですがね。眉も青いし、唇も赤いし、まだ水気もたっぷりあるから、残りがあとやらもなるほど不幸ござんすにはござんすだろうが。でもあれはゴ家さんですぜ。ゴ家なら悪いか。わ、悪かない。そりゃ悪いんではない。旦那がそれほどお気に召したら、めっぽ悪いんじゃござんすまいが。それにしても、あの女は旦那より大型。七八つも年間じゃごあせんか。 とばかりイカモノ食いが過ぎますぜ。盛んに電力が正面攻撃をしていったちょうどその時でした。何者か、後ろに人の気配をでも鍵知ったごとくに、突然右紋がぴたりと歩みを止めて、そこの木陰につと身を潜めましたものでしたから、電力も気がついて振り返ると、彼らを追うようにして道具屋の店から姿を現したものは、塗り下手におこそずきんの、 紛れもなき彼女でした。と見ると、驚きめんくらっている電禄をさらに驚かせて、悪びれもせずに右門が近づきながら、はっきりと、確かに、こう言いました。まさかに、拙者をおなぶりなすったのではござりますまいな。すると、女がえんぜんと目で笑いながら、とたんにキュッと右門の手首のあたりをでもつねったらしいのです。 往来の真ん中にいるというのに、一見を隔てない後ろには電力がいるというのに、どうも風俗を乱すことには、キュッと一つねり、ともかく、ウ門モンの体のどこかをつねったらしいのです。と、困ったことに、ウ門モンが少しぐんやりとなったような様子で、ぴったりと女に身を寄り添えながら、その行く方へ一緒に歩き出しました。けれども、根がウ門モンのことですから、 そう見せかけておいて、実はどこかその辺りまで行ったところで何か人の意表をつくようなことをしでかすだろうと思いたのですが、事実は叱らず。土台もういい心持ちになって、嘘嘘とどこまでも肩を並べていたものでしたから、電録は少し身の格好がつかなくなりました。しかし、身の格好がつかなくなったとは言っても、それはわずかな間でありました。 お供の方もどうぞ。言うように、青眉の女が目で言って、右門と共に電力をも導き出た一家というのは、おあつらえの船板べえに、みこしの松といったこしらえで、部屋は広からずといえども、器具ちょうどは相当にちんまりとまとまった、二十基町からは目と鼻の、市ヶ谷八万境大に臨する一軒でありました。無論、 男気は一人もなくて、渋川の向けた小女が二人きり。旦那はこちらへ。というように、被巾者の厚い座布団へうもを座らせると、女は赤の銅子の蓋を取ってみて、ちょっと中を覗きました。その仕草だけでもう心得たように、すぐと運ばれたものは、切り下げ紙なのに、毎晩持ちいでもしているのか、黒谷明きの、 意識そろった酒の道具です。それから、大のものは、幕、まあの内なぞというような野暮なものではない、小笠原全部の神、お城下で名物の高価なカラスミ越前は能登のウニ。それに、山州は吉田名物の荒いこの綿。どうしたって、これらは上後にして初めて陳情すべき品な,なんだから、青眉の女の酒量のほども、 およそ知られるというものですが、それをまた、下戸のはずである六釣右衛門が、刺されるままにいくらでも飲み干し、飲み干すままに女へも返敗しましたものでしたから、これはどうあっても、電力として見てはいられなくなったのです。陽気が陽気ですからね、およしなさいとは言いませんが、六釣右衛門とも言われる旦那が、酒に殺されちまったんじゃ、皆様に合わせる顔がござっせんぜ。 けれども、右紋は答えもしないで、しきりと浴びるのです。浴びながら、その合間合間に、見ちゃいられないほど、彼女の方へしなだれてはしなだれかかり、どうかすると、パチンと指先で、女の方を弾いてみたりなんぞして、いつの間にどこでそんな修行を積んだものかと思えるほどの、板についた振る舞い方をやりましたものでしたから、ことここに至っては、酒に目のない電力の、 到底、忍ぶべからざる場合に立ち至りました。よしじゃあ、あしも飲みやすぜ溜まっていた水煙を飲み下すように、そこの配線でグビグビとあおってしまいました。まもなく、右門がまずそこに倒れ、そのそばを泳ぐようにはいまわっている電力の姿を見ることができましたが、その時は、もう夜晩の音も遠のいて、 江戸山の手の春の世は、屋根の胸三寸下がるという、牛蜜に近い黒言でありました。四。しかし、翌朝は昨日と反対に、降り見不らずみのぬか雨で、また、帰り梅の空模様でした。右門主従のその家に酔いつぶれてしまったことはもちろんのこと、 ところが目を開けてよくよく気をつけてみると、どうも寝ている部屋がおかしいのです。明かりの入るところは、北口に格子囲いの低い腰窓があるっきり。それでも、部屋は部屋に違いないが、畳も敷いてない板張りで、万事万端がどう見ても、あれほど青眉の女に思い込まれた美男子の宿るべき場所ではなかった上に、しかも機械な上に、右門は大切な腰のもの、電録は、 これも彼になくてはかなわぬ重要な渋さの実手をいつの間にか取り上げられてあったのです。それらの護身用具であり、同時にまた攻撃用具である品々を彼らの身辺から取り上げてしまったということは、言うまでもなく、彼らから第一の力を削いだことに他ならないので、のみならず、主細に調べてみると、その物置小屋らしい一室の出入り口は、 厳重に表から情をかけられ、つさえ部屋の外には、見張りの者のらしい人声が聞こえるのです。それも二三人で、さようしからばそうでござるか、というような、いかつい言葉付きから察すると、万人は確かに武士らしく判断されました。しかも、それらの万人の中に混じって、紛れもなく、善や聞き覚えの、あの青眉の女の声と、そしてそれから、 あの古道具屋の親父の声があったものでしたから、ぎょっと青ざめて電力が言いました。ち、だから言わねえこっちゃなかったんだ。キっつにでも化かせたのかと思いましたが、どうやら酒で殺されて、まんまとあいつらに足たちがはめ込まれてるんじゃござせんか。ねえ、しっかり押しなせえよ。しかし、右門は黙ってただクスクスと笑っているのです。あれほど浴びるように飲んだのに、格別二日用にやられたような顔もせず、 いつもよりかその履歴子表が、やや青白いというだけのことで、クスクスとただ笑ってばかりいたものでしたから、電録がムキになって決めつけました。何がおかしいんですかご覧なさい旦那らしくもなく、あんなクラゲのふやけたような女に目尻をおさげなすったから、刀は取られる、じっとは取られる、挙句の果てに、こんな物置小屋叩き込まれちまって、薄みっともないざまになったんじゃごせんか<っ>一体どうしてここから逃げ出すおつもりですかい なのに、うもんは依然くすくすと笑ったままでした。笑いながら、そしてその青白い顔を転じると、格子窓からぬかあめに向ける庭先のぬかるみに向かって、電録の愚痴を避けるように表を背けました。途端に、その時、そこの庭先でちらりとうもんの目についた異様な人影があったのです。いや、人影はただの人足らしいものでありましたから、 決して異様でも機会でもなかったのですが、その足に履いているわらじが、どうしたことか逆に、すなわち前後が逆しまになっていたものでしたから、はっとなったように、右紋は瞳を凝らしました。見ると、男は、後ろに長方形の箱を背負って、ちょうどそれは子供の寝かんのような箱でしたが、その奇妙な箱を相当重そうに背負って、上に雨よけのかっぱを覆いながら、 今しも表へ向かって歩み出そうとしているのです。いかにもその足のわらじが不思議でありましたから、瞳を据えてじっと耳を澄ましていると、明らかに青眉の女の声で命令するのが聞こえました。では気をつけてね。あそこだよ。へい、心得ました。その代わり、晩にはたんまりと逆手を頼ませ。と言うと、人足は逆手に惚れたもののごとく、 表へ向かって歩き出しました。帰りつゆで庭先はぬかるみでしたから、地上には彼が歩くのとともにはっきりと後ろ前を逆島にして入っているわらじの跡がついたのです。すなわち、人と足は事実表へ向かって出て行きつつあるのに、ぬかるみの地上に残された足跡はさながら反対に表から帰ってきたように見えました。それを知ると同時でありました。 突然、ウモンが突っ立ち上がって、ポキポキと指の関節を鳴らすと、さっと全身に血震いをさせながら、不意に大声で意外なことを叫びました。いかいごちそうになりましたなではここから帰らせていただきますぞという下から、バリバリと腰窓の下の羽目板を剥がし出しました。実は、それがウモンの人より余計知恵の回るところで、 そんなことでは決して破れるはめ板でもなく、またそんなやわな物置小屋でもなかったのですが、さも窓を破って逃げ出しそうなバリバリという音を立てたものでしたから、右門の誘いの手段とは知らずに、うっかりと表の番人が出入り口を開けて、慌てふためきながら顔を覗かせたのです。と見るより早く、その脇腹にお見舞い申したのは、何を隠そう、我がむっつり右紋が得意中の得意の、 草刈流柔の秘術は当て身の一手。また、右門から腰のものさえ取り上げておけば、それで結構力をそぎうると考えた愚人どもが、愚かも愚かの骨頂だったのです。伝録から実手を取り上げたはいいにしても、我が六つ右門には、剣の、しころ清流居合のほかに、各修営類なき敏章の秘術がなお残っているのです。誠に、その秘術こそは、 紀州熊野の住人、草坂六郎次郎が、いにしえ、元気天生の右利、唐に流れ着いて学び返った憲法に、山と島根の柔を神工夫して安出せると伝えられる、五神よりも攻撃の秘術なのでした。草加流の草加は、草加のその草加をもじったもので、猿を知らずに大将をのみ取り上げたならば、十分それで、右門をも鍋の中に入れうると考えていたんだから、 いかにも少し右紋を甘く見すぎたものですが、いずれにしても彼が草加流を小出しにするに及んでは、たとえそこに白人の林が何本抜き連れ合ってきたにしても、もう結果はこっちのものでした。それから、電六の急に強くなったのも無論のことで、ブライのとらしい三名の武士と古戸具屋の親父との都合四人をいい心持ちそうにく,くし上げてしまうと、そこに、 草加流の当て身で身だらにも裾を乱しながら、ぐんやりとなっている青眉の哀れなる女を見下ろし見下ろし、電録が相談するように聞きました。ねえ旦那。あんたのお心持ち一つですが、このブヨーンとしたクラゲの方もくくるんですかい。当たり前だ。俺がそんな女に参ったまるけ。夕べのことだって、みんなこいつらの裏を書いてやりたいために、わざと酒も浴びたんだ。 そんな女に指一本だって触れたんじゃねえぞ。誠にそれは、そういうのが最もに違いなく、そして、言い捨てながら表へ駆け出していったと見えましたが、まもなく右門のしょっぴいて帰った者は、わらじを坂島に履いたさっきの妊婦です。バカ野郎坂島に履いたわらじぐらいでたぶらがされる俺と思うかポカリと食わしておくと、男の背っていた長方形の箱を急いでこじ開けました。 同時のように中からむっくりと起き上がったものは、見目形の優に優しい一人の少年です。少年は目をパチクリさせながらいぶかるように言いました。あら、もうおじさん役者の真似終わったのその一語でもわかるがごとく、少年は無論のことにかどわかされていた七夜のこせがれで、しかし今は七夜のこせがれとなっていましたが、 一切をお知らせにかけてみると、意外にも、その、海の母は、あの青眉の女なのでありました。事件は、一口に言うと、小さなお家騒動で、青眉の女の夫こそは、右門が彼女をご体家のご皇室様と睨んだ通り、いにしえは列記とした二千石鳥の大旗本でありました。しかも、大久保加賀の神の血につながる一族で、 ちょうどこの事件のあった十年前、あれなる青眉の女を、向島の端屋から引かして精細に直したところから、次第にその放落が重なり、ついにご講義の見築を受けるに及んだので、三河侍の気風を最後に発揮して、大久保神十郎といったその旗本は、当時まだ五二代、大徳院殿校の御時世でありましたが、将軍家秀忠が、 砂村先にお湯さんへ赴むいたみ切り、貫てにそのおかご先でか腹自身を遂げたのでありました。そういう場合の、そういう事件を、過しすることなしに裁断する抗議の言葉は、神へ立てつく不届き者という一語に尽きていましたものでしたから、大久保神十郎一家は、習わし通り、実録召し上げ、お家はお取り潰しということになりました。けれども、 一旦の怒りはあったにしても、史歴は三河以来の不代でもあり、方々一族中には大久保加賀野上のごとき名門と県政があったものでしたから、ご当代家光に至って連憫の情が加えられ、神十郎の死後十年の地にして新規八百国のお取り立てを受けることになったのです。ところが、そのご内意を知ったとき、橋なくもここに、 一つの故障が持ち上がりました。右門の出馬するに至ったこの少年誘拐事件の発端が、すなわちその故郷に起因していたのですが、すでに知られる通り、あれなる青眉の女は、生まれがジャ屋の多情者でしたから、お家の断絶後における陰楽の自由を得んために、邪魔な着手は、元の忠目であったあの七夜、すなわち三河屋へ暮れてしまったのでした。 そこへ、新規八百曲にお取り立てという、宗家大久保加賀の神からのご内意があったものでしたから、青眉の女のにわかに老狽したのは当然なことで、しかも、着死なる七夜へくれた少年を召し連れて、宗家大久保鹿野神のところへ出頭するについては、あの茶碗の中でたわいもなく溶けてしまった金の大黒がぜひに必要でありました。あの見かけ倒しな泥大国こそは、実を言うと、 加賀の神から少年がまだ幼児の右利りお守りとして配慮したもので、それにしてはろくでもないお守りをやったものですが、しかるに、その証拠となるべき豆大国は、彼女のまだ世にあった頃からの不義の相手であった当時の用人、お家断絶後に古道具屋となってしまった、あの、右の小手に刀傷のある親父の神棚で消えてしまい、反対に、 日本橋の人形町で見つけてきた別の泥大国が七夜の神棚に飾られ出したものでしたから、てっきり三河屋の親父がすべてのことをかぎ知って、金の大国を動かぬ証拠に養子を引きぐして宗家へ乗り込み、新規八百国のお旗元の貢献者になる魂胆だろうと早がてんしてしまったので、早速に今も時折つまみ食いの相手である道具屋の親父をそそのかして、 まず少年を誘拐せしめ、叱る後、金の大黒へ因縁をつけたのです。もちろん、右門をあんな風に酒で殺して物置小屋に閉じ込めたのは、早くもこと路剣と知ったものでしたから、持って生まれた陰譜の腕によりをかけて囲うようにたぶらかし、その間に少年を引きぐして、いち早く新規八百国を完全に支中しようとしたからの小芝居に過ぎなかったのでした。 ネタを割ってみれば、誠に右門にとってたわいのないような事件でしたが、しかし事件は、泥細工の近代国とともに、格もたわいのないものではあったにしても、我々の六つり右紋は、やはり最後まで少し人と変わった、愛すべく、称すべき右門でありました。神には格もご蓮貧とご慈悲があるのに、それなる女、自ら腹を痛めし子供を、竹へ遣わすとは何事じゃ。 誰ども、ことはなるべくに荒立てぬが、従来もわしの吟味方身者によって、その上にまた、加賀の神家という御名門の名にも関わることゆえ、一切は、穏便に取り扱って使わすゆえ、自魂は、せっかく御神器八百石を大切にいたさねばならぬぞ。従って、それなる少年には、もうこの上、河原古事記の真似などをさせたり、あまりろくでもない草草草などを読ませてはならぬぞ。 それから、そこの古道具や。そちはもっとイカモノをつかまされないように十分目利きの修行をいたし、ずんと家業に精を出さねばならぬぞ。最後に七夜の親父。その方は、この近藤右門をしったばかりではなく、恐れ多くも女将一刀を癒しめたと申すがどうじゃ。ちっとはこれで右門が好きになったか、ん、はああ、そうか。好きになればそれでよろしいによって、今後は伝な謎の参った不死にも、 なるべく高く融通するがよいぞ。では、いずれも下げ使わしてやるゆえ、早々退出いたせ。あ、待て待て。それなら青眉の女。昨夜の酒の代は何ほどじゃ。何気は心じゃからいらぬと申すか。神の座にある者が、さようなマイナイがましい者を受け取るは本意ではないが、新規を取り立て祝いの振る舞いとして、今回限り飲み捨てて使わすよってに、自婚、道などで会うても、 世に言葉なぞをかけては愛ならんぞ。それから立ち上がると、六つ龍門は、そこの散歩に乗っかっていた清め塩を一つまみつまみあげて、ぱっぱと自分の体に振りかけました。職務のためのこととは言いながら、前夜来のあだがましかった青眉の女との不潔な酒のやりとりに、濁った体を清め清めるように、ばらばらと振りかけました。